エゼキエル書、四十章。私たちが保守となって二十五年目の年の初め、その月の十日、都が占領されてから十四年目のちょうどその日に、主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行った。すなわち、神々しい幻のうちに、私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に、 町のようなものが作られていた。主が私をそこに連れて行くと、そこに一人の人がいた。その姿は聖堂でできているようであり、その手に朝の紐と、はかりざわを持って、門のところに立っていた。その人は私に話しかけられた。人の子よ、あなたの目で見、耳で聞き、私があなたに見せるすべてのことを、心に留めよ。私があなたを連れてきたのは、 あなたにこれを見せるためだ。あなたが見ることを皆、イスラエルの家に告げよ。そこに神殿の外側を囲んでいる壁があった。その人は手に六キュビトの測り座を持っていた。その一キュビトは普通の一キュビトに一手幅を足した長さであった。彼がその外壁の厚さを測ると一竿であり、その高さも一竿であった。それから彼は東側に面した門に行き、 その階段を登った。彼が門の敷居を測ると、その幅は一竿で、もう一つの門の敷居も幅は一竿であった。控室は長さ一竿、幅一竿であり、控室と控室の間は五キュビトであった。門の内側の玄関の間のそばにある敷居は一竿であった。彼が門の内側の玄関の間を測ると一竿、すなわち、 門の玄関の間を測ると8キュビト、その壁柱は2キュビトで、門の玄関の間は内側にあった。東門の控室は両側に3つずつあり、3つとも同じ寸法であった。壁柱も両側とも同じ寸法であった。門の入り口の幅を測ると10キュビト、門の内乗り幅の長さは13キュビトであった。控室の前に出た仕切りは、 両側ともそれぞれ1キュビトであった。控室は両側とも6キュビトであった。彼がその門を控室の片方の屋根の端からもう片方の屋根の端まで測ると一つの入り口からもう一つの入り口までの幅は25キュビトであった。入り口と入り口は向かい合っていた。壁柱を測ると60キュビトであった。門の周囲をめぐる壁柱は 庭に面していた入り口の門の前から内側の門の玄関の間の前までは五十キュビトであり、門の内側にある控え室と壁柱には格子窓が取り付けられ、玄関の間もそうであった。内側の周りには窓があり、壁柱には夏目足の木が彫刻してあった。それから彼は私を外庭に連れて行った。すると、 そこには庭の周りに部屋があり、石畳があった。三重の部屋が石畳に面していた。石畳は門の脇にあり、ちょうど門の長さと同じであった。これは下の石畳である。彼が下の門の端から内庭の外の端まで、その幅を測ると、東も北も百キュビトであった。彼は外庭にある北向きの門の長さと、 幅を測った。それには、両側に三つずつ控え室があり、壁柱も玄関の間も、先の門と同じ寸法であった。その長さは五十キュビト、幅は二十五キュビトであった。その窓も、玄関の間も、夏目足の木の彫刻も、東向きの門と同じ寸法であった。七段の階段を登っていくと、その先に玄関の間があった。東門と同様に、 北門にも、内庭の門が向かい合っていた。彼が門から門までを測ると、百キュビトであった。次に、彼は私を南の方へ連れて行った。すると、そこに南向きの門があった。その壁柱と玄関の間を彼が測ると、それは他の門と同じ寸法であった。壁柱と玄関の間の周囲に窓があり、それは他の窓と同じであった。 門の長さは50キュビト幅は25キュビトであったそこに登るのに7段の階段がありその先に玄関の間があったその両側の壁柱には夏目足の木が彫刻してあった内庭には南向きの門があり彼が南の方にこの門からもう一つの門まで測ると100キュビトであった彼は私を南門を通って 内庭に連れて行った。南門を測ると他の門と同じ寸法であった。その控え室も壁柱も玄関の間も他のと同じ寸法で、壁柱と玄関の間の周囲に窓があった。門の長さは50キュビとト、幅は25キュビとトであった。玄関の間の周囲は長さ25キュビとト、幅5キュビとトであった。 その玄関の間は外庭に面し、その壁柱には夏目足の木が彫刻してあった。その階段は八段であった。次に彼は私を内庭の東の方に連れて行った。そこの門を測ると他の門と同じ寸法であった。その控え室も壁柱も玄関の間も他のと同じ寸法で壁柱と玄関の間の周囲に窓があった。 門の長さは五十キュビト、幅は二十五キュビトであった。その玄関の間は外庭に面し、両側の壁柱には夏目足の木が彫刻してあった。階段は八段であった。彼は私を北の門に連れて行った。それを測ると他の門と同じ寸法であった。その控え室も壁柱も玄関の間も他のと同じ寸法でその周囲に窓があった。 門の長さは五十キュビト、幅は十五キュビトであった。その玄関の間は外庭に面し、両側の壁柱には夏目足の木が彫刻してあった。階段は八段であった。門の壁柱のそばには戸のある部屋があり、そこは全焼の捧げ物をすすぎ、洗う場所であった。門の玄関の間の両側には全焼の捧げ物、罪の清めの捧げ物、 代償の捧げ物をほふるための台がそれぞれ2つずつあった北の門の入り口へ登っていくと外側に2つの台があり門の玄関の間のもう1つの側にも2つの台があったすなわち門の片側に4つの台がありもう1つの側に4つの台がありこの8つの台の上で生贄にえをほふるのであったまた 全章の捧げ物のために四つの台があり、長さ一キュビット半、幅一キュビット半、高さ一キュビトの切り石であった。その上に全章の捧げ物や生贄をほふるための道具が置かれていた。内側には周囲に一手幅の鍵が取り付けてあり、捧げ物の肉は台の上に置かれるようになっていた。内門の向こうには歌い手たちの部屋があり、 北門の脇にある部屋は南を向き、南門の脇にある部屋は北を向いていた。彼は私に言った。この南向きの部屋は神殿の任務にあたる祭司たちのためのものであり、北向きの部屋は祭壇の任務にあたる祭司たちのためのものである。彼らは祖読の子孫であり、レビの子孫の中で主に近づいて仕える者たちである。 彼が庭を測ると、長さ百キュビト、幅百キュビトの正方形であった。祭壇は神殿の前にあった。彼が私を神殿の玄関の間に連れて行って、玄関の間の壁柱を測ると、両側とも五キュビトであり、その門の幅は十四キュビト、その門の両脇の壁はそれぞれ三キュビトであった。玄関の間の長さは二十キュビト、 奥行きは11キュビトであった。そこへ登るのに階段があり両岸の壁柱のそばにはそれぞれ円柱が立っていた。